はい、こんにちは。これからミントスモーキングについてご紹介します。言葉の通りミントを、シガレットのように吸うということですね。この写真はうちの庭で、摘んだミントですね。庭にミントの葉が随分出てるんで、試しにタバコのように巻いて吸うと結構すっきりしたということで、今はミントのスモーキングだけですね。ここに写っているのはアップルミントですね。うちの庭にはいろんな種類の、ミントが自然に生えて、まあ植えたのもあるんですけれども、それを葉っぱを刈り取って、1週間ぐらいですかね、乾燥をさせると、吸えるようになります。これがクールミントですね。このクールミントの方がアップルミントよりも味はいいですね。まあ、ミントそれぞれによって好みがあるので、何種類かの、ミントの葉を苗なり種で植えて、育てると、とても楽しくなります。これは、和ミント和製ミントの北斗という品種です。私はこのミントが一番味的には好きなミントですね。で、庭がないとかミントが栽培するまで時間がかかる、もっと早く、ミントを吸いたいという方は、今はインターネットの、通販などで、こういった、ペパーミント、これはハーブティー用じゃないので価格的には一番安いですね。こうやってチップになって売ってるのは一番安いですね。他にはハーブティーのティーバッグでミントのティーバッグを買って、飲んだ後に乾燥させてタバコとして吸うと、そういったこともできます。お茶で飲んで吸って味わうと、グリコみたいに2度楽しめるという楽しみ方ですね。こういったミントの葉が、用意できたら少しミントの葉を、加工しなければなりませんね。これがだいたい1週間ぐらい、生干しというんですかね、ちょっと風の当たるところで干して乾かしたミントの葉です。これを、細かくしないと、ちょっと吸うのには向いてないので、これを、細かくする必要があります。ちょっといろいろと手先が器用な人じゃないとこういうことはあんまり、向いてないかもしれませんね。これハサミでチョキチョキと切って細かくしている時のものですね。手で細かく揉むというのも一つの方法なんですけども、やはりハサミでチョキンチョキンチョキンと細かく切ってしまった方が効率的にはいいですね。
まあ、先ほどの、ペパーミントなんかのチップ状で売ってるやつはかなり細かいんで、そのまま切らなくても使えるんではないかと思います。これが細かくした葉っぱです。これここまでできたら、次にちょっと、シガレット状に巻くために、用意するものが何点かあります。一つは、ローリングマシーンと呼ばれている、まあ、手巻きタバコを巻く道具。これはちょっと大きいタバコ屋さんに行けば500円ぐらいで売っています。まあ、インターネットの通販でも、手巻きタバコで検索をすると、まあ、こういったローリングマシンは簡単に購入できます。まあ、購入、ローリングマシンを買うときに、他に必要なもの、これがローリングマシンですね。他に必要なものとして、フィルターですね。ちょっと辛いんで、ミント自体の味としては辛いのと、口の中に歯が入らないようにするためには、まあ、タバコと同じようにフィルターを、根元につけた方がいいです。で、こちらのフィルターも、タバコ屋さんですとかインターネットの通販で購入できます。まあ、私はフィルターも実はメンソールフィルターというのがありまして、ちょっとこう発火が入っている味のメンソールフィルターを使っています。こちらが、まあ、多分100個ぐらい入ってると思うんですけど、メンソールのフィルターです。こちらがペーパーですね。巻くときに使うペーパーで、これはですね、ペーパーだけで同じくタバコ屋さんや、インターネットで売ってます。ライスペーパーですとかね、いろいろ植物系のものを材料にしてるペーパー、いろんな種類と、長さがいろいろあります。まあ、先ほどのフィルターも直径が3種類ぐらいあるんですね。スリムなものですとか、ミディアムですとか、いろいろありますんで、そういった、この辺を買うときには、サイズを考えないと、ローリングマシンも実は、太さがあります。で、その辺、手巻きタバコということで、インターネットで検索をすると、まあ、その辺のローリングマシンの選び方ですとか巻き方ですとか、そういったことが結構詳しく出ているサイトがあるので、そういったサイトで調べるといいと思います。それでですね、まず巻き方ですけど、ローリングマシンにフィルターを、まずセットをしますね。それから、そこに、ミントの葉をこういったふうに、まあ、ずらっと並べます。だいたい1グラム程度、まあ、
これも好みによるんですけど、ぎゅうぎゅうに詰めて巻く人もいますけども、そうするとちょっと燃えが悪い。普通のタバコはですね、燃焼促進剤というのが入ってましてですね、実はこれが体に非常に良くないんですね、燃焼促進剤。で、タールという成分が出るのは、この燃焼促進剤が一番タールを出してる。で、ミントの場合には燃焼促進剤使いませんので、タールは出ません。で、ニコチンも出ません。まあ、非常に健康的な、まあ、シガレットということになりますね。タバコをやめたいという方にはこれはもう一番いい方法ではないかと思います。まあ、禁煙外来とかありますけど、結構精神的に結構きつそうな風に思いますんで、まあ、ナチュラルにタバコをやめたいと、要するにナチュラルなものを吸ってりゃいいんで、これ 100% ナチュラルなミントですね、こういったものを吸うようにすれば、まあ、タバコなんかすぐにやめられます。で、値段の問題で言ってもですね、先ほどのフィルターとか紙がだいたい1本あたりで5円から10円ですから、ミントの葉っぱは自家製とすれば、だいたい1本10円ぐらいということになります。で、詰め終わったらこのように、まあ、片手でもくるくるってこうローリングマシン巻けますね。で、くるくる巻いて、この後に、ペーパーを差し込んでくるくるっと巻くともう出来上がりです。出来上がったやつはというと、あ、これですね。もうこれで出来上がりと。まあ、これで終わりかなというところはあるんですけど、携帯を揃えたいグッズとして、このような、まあ、私の場合は金属の、まあ、携帯ケース、これちょうど胸ポケットに入る大きさで、タバコがどういうふうに入るかというと、こういうふうに、これ確か15、6本ですね、入ります。まあ、これは実は今はあまり売ってない、これ非常に古いものなんですね。骨董品屋さんで買ったものなんですけども。で、これ新品を買おうと思うと結構5000円以上しますんで、まあよく缶、薄い缶みたいなものに入れてる方もいますね。まあ、その辺は皆さんで工夫をしましょう。まあ、これで非常に健康なスモーキングライフを送れるということです。はい、どうも。